ひばり、どうした？元気がないぞ。どうした？お腹でも痛いのか？野牛ちゃん、ひばり、忍びに向いてないかも。どうしてそう思う？蛇女と戦うためにキリア先生の修行を受けているけど、ひばりは全然強くなっている気がしないの。おまけに修行中転んだり怪我したりして、みんなにずっと迷惑かけてるし。そんなことはない。一生懸命なひばりを迷惑だなんて思うやつはいない。一生懸命やっても結果が出なきゃダメなんだよ。おう、よし、とっておきのおやつをやろう。行列に並ばないと買えないほど人気の一品なんだ。おい、お前、そのウサちゃんドーナツを返してもらおう。私のモナだ。違う、このウサちゃんドーナツはヒバリのものだ。うるさいうるさい、返さないなら力ずくだ。ウサちゃんドーナツは俺のところで売り切れた。それで悲願でるんだな。やれやれ、仕方ない、相手をしてやるか。ほどにもない連中だ。すごい、やっぱり野牛ちゃんは強いね。ひばりとは全然違う。そう、全然違うんだよ。だから野牛ちゃんにはひばりの悩みはわからないよ。ひばり、かかってこい。俺が組手の相手をしてやる。え？なんで組手をしなきゃいけないの？お前の強さ、俺が確かめてやる。そんなの意味ないよ。ひばりと野牛ちゃんじゃ勝負になんかなりっこないし。グズグズ言うな。始めるぞ。
いざ尋常に参りれ。せっ、うわぁ、おなぁ、せっ、うりゃぁ、うっ、しゃぁ、うりゃぁ、せっ、うりゃぁ、うっ、しゃぁ、うっ、せっ、舞い踊れ。ちょっと…でも…でも…ヤギオちゃんと戦ったら、なんかすっきりした。くよくよ悩んでいる暇があったら、思い切り体を動かした方がいいね。俺もそう思う。ありがとね、ヤギオちゃん。分かってくれれば、それでいいんだ。ほら、うさちゃんドーナツだ。あ、嬉しい。最高。こんな美味しいものを買ってきてくれるなんて、ヤギューちゃん大好き。そう、それは良かった。ヤギューちゃん、ひばり、修行もっともっと頑張るね。それで絶対に強くなってみせるから。ああ、それでこそ俺の大好きなひばりだ。え、なんか言った？いや、なんでもない。気にしないでくれ。まだまだ伸びる余地は